仮にこの質問権が実際に文部科学省あるいは文化庁から私どもに来たときにはですね、誠実にその質問に対して対応させていただきます。同時に新しい立法がなされたときにはそれに対しても法令遵守の精神を徹底して全組織および信徒の皆様にこの法令遵守ということをさらに一層教育をし、決してこの法令違反が行われることはないように指導を徹底していく所存です。教団の、関連団体が政治家に対してですね、推薦確認書への署名を求めていると求めていたと、直近の、選挙でもですね、そういう事実は教団としては確認されていますか。私はそういう説明をするようなことを聞いたことがあります。聞いたことがある。聞いたことあります。実際にそういうことを行っていらっしゃる、多分そうだろうと思います。いつ頃から、もしくは直近では国政選挙この夏にあって、去年はまた衆院選ありましたが、具体的にどういう選挙でどういう人たちに対してそういったものが配られて、どういった成果というか実際協定が結ばれたというのか。世界平和連合にその確認したときに、いや、こんなのがあるということを見せていただいたことがありました。それはいつの話ですか。もう 2,3 年前じゃないかと思いますけど。一夜にして不法行為、民法上の不法行為も入りうると説明変わりました。これに対する教団の受け止め何かありますでしょうか。びっくりしましたよね。なんで1日で急に変わるんだろうかということは思いました。